おはようございます。おはようございます。最終日ですね。そうですね。昨日は朝の5時ぐらいまで撮影させてもらってまして、で僕たち帰ってきたのが、まあ、6時前とかでしたよね、うん、でチェックアウトが10時、うん、3時間ちょっとしか寝れずにそのまま10時からまた今日も撮影して、今ね1店舗2店舗ぐらい回って1時なんですけど、あと2店舗寄ってうどん食って帰ろうかなと思います、うん、荷物が乗りません。寄せてどういう動きするんだ。結構パワー強い、ここは当たっても OK やね。よし、めっちゃリズムできた。おー OK。 これ頭持つと多分右行きそうだから、この辺で真ん中持って反動で落としていく形で、ちょっとは持つと思うから、ここまで来たら頭持っていい。押し込みつつ、いいね、はい、あら、ちょっとなんかやばそう。あ、頼む。よし、ここまただけ、ここ足だけ狙って、とりあえず足がシールドに乗るように。OK、あ、いい感じ。これいいね。うん、爪がね、うまく抜けるような形で、この辺だったら抜けるかなと思って下ろしました。イエイ。いいんじゃね。いいね。あと反動で降りることを持ち上げて、あと、これ完全に挟まってる。押し込もうかな、自力で。お、足が、いや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 、行けなくはなさそうですけど、頭をグサッと。よし、お、お、横ハメなるか。お、3手目回ってほしいですね。なんかこの箱の大きさといい、この形といい、オンクレみたいですね。そして下かかれ、よし、まだ手前にかかってたら行ったんだけどね。こっちはここで OK でかけます。あ、 OK、 ある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 、うん、よっしゃー、もう入った。いいね、これいいセットです。逆立てはめる、これどう、はい、簡単した。マジ？この足のとこ入ればいい。うお、いいいいいい。OK。マジか。OK。横にしたい。おお。押さなくてももうここら辺でいけそうですね。もう滑り止めの手前ら辺に行けば。行け。おお。まあ、店の策略にうまくはまっちゃいましたね。あ、そこいいんじゃない。あ、いけるね、これ。おお、気持ちいい、これミフィア案件です。うわ、押し入れました。しっかり入れるね。おー、これ、おおおお、これ体育もするのいいね。これ3回目、うん、ここまでで3回目。お、やべやべ、決まった。おー、やば、案件。とりあえず縦はめ狙いでやっていきたいと思います。よし、いい場所。あとは斜めにはまってほしい。あー、おお、パワー強すぎやろ。もうちょっとねパワー強かったらよかったんですけど、あ、移動制限、最悪。もうちょっと左に行ってたらな、それが良かったんだけどな。よし、オッケー。ここまで来たら、本当右で右奥気味で、しっかり左もかかるように、両方のアームで奥をね、放ってあげるような感じで、前に起こしてあげてください。いや、それも行くよ。4手かな、実質。はい、どうした？オッケー。はい。さっき、3手か4手でしたもんね。斜め、斜め来い。うわー。
ってほしい。よし、オッケー。入れて、めっちゃオッケー。くるっと。はい、け。よし。でもそれ行ったじゃん、そっち。落ちた。オッケー。この辺。で落としてあげる。よかった。オッケー。よし。では、5日目お昼、社長と合流することができました。はい、今日は社長おすすめのうどん屋さん、はい、かのかさんに今から伺いたいと思います。はい、赤子が入る OK で。繋がってるね。繋がってる。赤い子。僕たちはうどんで繋がってます。繋がってるね。いや、これすげえ。持っただけでわかる。腰めっちゃ強え。正解。うどんと一緒に風呂入りたいですね。新しいんで。やるこんすいません。失礼しまーす。社長。はい。今からこの荷物を持って、はい、鹿児島帰ります。鹿児島帰ります。宮崎に帰ります。あ、宮崎に帰ります、はい。ちなみにですけど、後ろはこんな感じでございます。やばいなぁ。ちゃんとね、後ろが見えるように今からね、ここを整理して帰りますんで、安全運転で帰りたいと思います。いやー、旅楽しかったですね。いやー、楽しかった。何が一番楽しかったですか？ヒロ君。それは正解。当てだな。でもどことかじゃない。ヒロ君。社長。はい。あの、僕たちが撮ったクレーンゲームあるじゃないですか。はい。補充されております。いや、仕事が早い。みっちゃん。ではですね、はい、無事大分着きましたので、はい、今から宮崎に帰ろうと思います。はい、行きます。あ、カプリチオ。あ、正解。はい、はい、ということで、無事ですね、宮崎の方着きました。はい、今回ですね、はい、4泊5日四国、はい、クレーンゲームの旅ということで、はい、いろいろと勉強させていただいたんですけれども、社長にね、いろいろ連れて行っていただいて、すごい楽しかったです。いや、僕も楽しかったです。今日はですね、うん、こちらを目標グラスショーで取れるまで、これでしょ、うん、たこ焼きあって、ドサー取って、ここの扇風機みたいなところにガーンって当てて、弾いて、このグラスの中入れば勝ちみたいなです。5000円分やりたいと思います、うん、これ500円。ちなみにね、これ昨日の夜テストプレイしたんですよ。一ボタンの接触が悪くて、うん、1回目あそこの左の網にかかっちゃった。マジ、うん、おおお、結構掴むね。うん、激しい、こいつ。ワンチャンここの玉全部なくしたら、なくなったらどうなるんやろうね。これやっぱりなくしたら、ね、うん、まあもうちょっと掴んでほしいけど。再現、もう1000円なくなったからね、1分で。いや、5000円をさ、ジャグラーに入れた方が早い可能性がある。はぁ、おお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 お。でも入ったね、うん、1500円目にしてやっと2個入ったね。しょぼいなこのプライズショー。もっとね、いい感じのやつが欲しかったから、せめてもうちょっと有料株入れて欲しかったですね。このプライズは。うわぁ、全然厳しいね。うわぁ、もう補充してもらうといいよね、これ。入りそうやな。ええ、2個奥目にね。おー、ああ、ね、まあ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 。おお、結構結構掴みましたね。あらの、弾くからね。いけ。ワンちゃん、俺こっちのグラスショーの方が可能性あるんじゃないかと思うんですけどね。ちょっと一回補充してもらえますか。うん、さあ取っちゃうぞ。下がれ。いけ。下がれ。下がれ。おお、まあ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 。球大点ってとこ。惜しい。3500円目、うん、とりあえずあそこの丸に入るか、うん、こっちに行くまでやりましょう。もうしかも結構掴んでくれましたね。はいはいはい、めっちゃ上まで弾く。あそこ行ったのでおもろいな。むしろグラスよりすごいんじゃない。やば、もう4000円なくなったの。すぐ溶ける。いやー、やばい。それもうちょっとね、先端が鋭利やったらね、うん、そうそう、入るんですけどね。まだこれはおもろいね。完全運ゲー。うおー。
ジ余生にしてお姉さん入りました入りましたうわやべえやばい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 やびっくりした俺こっちしか見てなくてさ頭いかれたんかなと思ったらいやよく見てたねなんで喜ばねえのと思ったもんね俺さ今月めっちゃついてるよねいやたこ焼きやばいねだってあそこのさライトもさ今週1000円ぐらい取ったしプレフォーやろはいお疲れ様でーすお疲れ様でーすいやー無事ね景品を獲得することができましたうぃやったやばかったねあれねびっくりしたうん本当に4000円、まあ、前日テストプレイしてたんで、まあ、5000円ぐらいかなあの扇風機がめちゃめちゃ弾くもんねあーバーンってねあれすごかったねあれ弱にしてた方が良かったですねああ今日でしたもんね景品取ってくださったお姉さんの髪がブワーなってねあれやばかったね湯婆婆が切れた時のごとく髪の毛が逆立ちましたからいやそれまでやばいいやでもやばかったですよねやばかったまあやばかったねめちゃくちゃ面白かったということで、まあ、またね僕たちに挑戦してほしい高額景品ありましたら取れるやつはバンバンやらせていただきますのでよろしくお願いいたしますということでまた次回の動画でお会いしましょうバイバイおはようございます縁日堂でございますおはようございますおはようございます。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 すみません。知ってますか？すみません。間違えて前の週にも全員出しちゃった。わざわざ鹿児島からこれを届けにやってまいりました。ありがとうございます。